ビエラ彗星はかつて周期彗星であったが1852年に分裂して消滅した天体。1772年にジャックラ・バックス・モンテーニュによって発見され、1826年にビルヘルム・フォン・ビーラにより初めて周期彗星として認知されるようになった。ビエラ彗星の残骸はアンドロメガザ流星群として現在も出現する。 ビエラ水星は1772年3月8日、ジャック・ラ・バックス・モンテーニュによって初めて発見された。1805年11月10日には、ジャン・ルイ・ポンが観測したが、同じ水星であるとは認識できていなかった。1805年の出現後には、カール・フリードリ・ヒガウスや、フリードリ・ヒビル・ヘルム・ベッセルラ天文学者によりその軌道を確定しようと計算が行われた。 ガウスとビルヘルム・オルバースは1772年の水星と1805年の水星が類似していることに気づいたが、その関係性を証明することができなかった。1826年、ビエラ水星が近日点に接近しているとき、チェコのホゼフ・シュタットという要塞で陸軍であったビルヘルム・フォン・ビエラはその軌道を計算し、周期6.75年の水星であることを発見した。 当時、周期彗星であると分かっていたのは、ハレー彗星とエンケ彗星のみで、これは3番目の発見であった。なお、1805年と1826年のビエラ彗星を初めて数学的に同定した寺院、フェリックス・アドルフ・ギャンバルトの名前を命名するべきだという声もあった。さらに彼は、アストロノミシャナ・ハリヒテンに、ビーラよりも1日早く投稿した。 それでもビーラの観測日は2月27日、ギャンバルト観測日は3月9日であったため、ビーラの名が付けられることになった。ビーラ彗星は1832年に回帰が予測され、9月24日にはジョン・ハーシエルが再発見した。軌道要素や天体歴はオルバースにより計算され、10月29日の接近の際には彗星のコマが地球を通過する。 可能性があることを示したため世間を騒がせたこともあった。その後、当時のメディアは地球滅亡の可能性を予測したが、11月30日になるまで地球とコマが接触する地点にならないことをフランスアラゴが指摘し、一般人の恐怖を和らげた。1839年に回帰するときはビエラ彗星が地球から遠い位置にあり、 観測に適さない状況であったため、観測の記録はなかった。1839年には悪条件のため、観測されなかったが、1845年11月26日には、フランチェスコ・デ・ビコによって、再び発見された。最初は小さく、ぼんやりと見える程度だったが、その後の観測で注目に値するようなことが起きた。1846年1月14日、 ビエラ水星を観測していたマシューフォンテンモーリーは、見た目が二重星のように別の天体が、ビエラ水星の1.3分北にあることに気づいた。この二つの天体については南にある方を A、北にある方を B として言及された。このことが発表されると天文学者らは、ビエラ水星を観測し始め、明るさの変わってゆく A、B 顔を引きながら、近日点へと向かっていることに気づいた。 1852年に描かれた二つのビエラ彗星。天文学者、アンジェロ・セッキにより描かれた。1852年になると、ビエラ彗星は姿を現し、A の方が先に8月26日にアンジェロ・セッキにより観測された。B の方は9月16日になって、再度観測され、1846年と同様に、高度を変えながら進んでいった。この回帰では、 A の方は9月26日、B の方は9月29日に夫を本一人上、により観測されたのが最後となった。その後の軌道の計算では、水星核が分裂したのは1845年の回帰の約500日前であることが示された。しかし、近年の研究では1842年後半に、演実点を通過した付近で起きた可能性があるという、 1872年11月27日に観測されたアンドロメダザ流星群。1859年はビエラ水星が回帰すると予想された年であったが、条件が悪かったため現れなかった。だが、次に回帰が予想されていた1865年、1872年すら現れなかった。しかし、1872年11月27日、 天井出現数が3000にも及ぶ明るい流星群が現れた。これらの流星群はアンドロメダ座流星群、あるいはビエラ流星群として知られ、ビエラ彗星の崩壊によって起こったものであると考えられた。この流星群はその後にも19世紀の間はよく見られたが、現在はほとんど見えない。彗星は崩壊したものの20世紀後半以降でも研究は 複数あった。ブライアン・マースデントズ・デニエクセカニナはビエラ水星のまだ残っている破片の軌道の計算に挑戦し、アンドロメダ座流星群として残った残骸の質量はビエラ水星全体の質量よりもはるかに小さいことが分かった。ビエラ水星の質量の損失が1845年の出現以前の演説点付近で起こった可能性が高いことから、 A だけでも潜伏している水星として存在している可能性がある。また、ビエラ水星やその残骸として考えられうる天体を特定しようとする研究もあった。ドイツの天文学者、フリードリ・ヒビル・ヘルム・リステンポットは、近日点引数を除くと、ビエラ水星と類似しているパーライン・ムルコス水星との関連性を証明しようとした。しかし、この関係性を証明することはできず、 さらに現在はパーラインムルコス彗星すら消滅している。2001年に発見されたニート彗星について中野周一はビエラ彗星と類似する軌道を取ることに言及している。ビエラ彗星は地球に接近する際パニックを引き起こした。この画像は1877年の新聞に掲載されたチリ人によって描かれたものでタイトルはイネビタブルインパクトオブザ。 アースウィズ・コメット・ベーラ。ビエラ彗星は地球への天体衝突を起こしうると、幾度か提唱されてきた。境界科学的ではあるが、1871年10月に、同時期に起こったシカゴ大火、ミシガン州で起こった火災、ペシティーゴ火災は、ビエラ彗星の破片が地球に衝突することによって起こったという主張がある。この仮説は1883年に、 イグネーシャス・ロヨーラ・ラドネギーによって初めて提唱され、1985年にミスス・オリーリー・エスコメット・コズミック・コーゼス・オブ・ザ・グレート・シカゴ・ファイアという本により再度主張されるようになり、2004年にはアメリカ航空宇宙学会によりさらなる調査が行われた。しかし、専門家はこの仮説について隕石が地球表面にたどり着く頃には冷えており、 火災が隕石により引き起こされたものだという信頼できる報告がないと意義を唱えた。また、ビエラ水星のような氷からなる天体が地球に衝突したとすると上空で崩壊する可能性が高く、ツングースカ大爆発に似た空中爆発になる可能性が高い。1885年11月27日にはメキシコ北部で鉄隕石が落下し、 同時期には1時間あたり1万5000個に及ぶアンドロメダザ流星群の大出現が発生した。マサピルに落下した隕石はビエラ水星に起因するものであるとされることもあったが、水星が鉄隕石に変わる過程が必要になるため、汚れた雪玉モデルが登場した1950年代以降は、この考えは受け入れられなくなっている。ありがとうございます。